経験を経て今日に至っているのも事実です。松本山雅は歩みを止めることなく、さらに歩幅を広げて王道を進んでいきたいと思っています。トップチームには今年も反町監督に指揮を取っていただきます。各ポジションで新しい選手も補強し、より質の高いサッカーを皆さんにお見せできると思っています。また山雅ドリームビジョン実現に向けて、今年はフットボール環境の充実に力を注いでいきたいと思っています。トップチーム全般の環境整備、育成組織、子どもたちの練習環境の整備、そしてある意味ではピッチシートの導入など臨場感ある演出にこだわっていきます。最後になりますが、今年も山雅ファミリーの総力を結集して、これまで共に築いてきたこのクラブをもう一度皆さんの力を借りて、思いを一つに一緒にスタートしましょう。本年もよろしくお願い申し上げます。私も前座だと思ってまして、皆さんちょっと声を改めていただければと思います。今年も行かせていただきます。準備よろしいでしょうか。戦え山田、皆様ありがとうございます。それでは続きまして、2017シーズンスローガンを発表させていただきます。ガンズ君、よろしくお願いします。それでは今年の新スローガンは、ワンソール愛鳥粉塵。多くの皆様の熱いご参加いただいた2016シーズンでしたが、残念ながらあと一歩のところで J1 最昇格を果たせませんでした。2017シーズンはあの悔しさを忘れずに、揺るぎない目標に向かって突き進んでいきます。獅子奮陣という言葉があります。獅子が奮い立って激しく猛進する様を言います。今年は鳥年、オフィシャルマスコットはのガンズ君はライチョウがモチーフ、今シーズンの松本山雅はライチョウ奮陣の勢いで勇猛果敢に挑戦していきます。そしてワンソール、ファン、サポーター、地域の皆様と絆を一層深めていき、一体となって共に戦い抜きましょう。本年もよろしくお願い申し上げます。2017シーズンスローガンの発表でした。ガンズ君、どうもありがとうございました。